よちんのビートルズ・ア・ゴー・ゴー。はい、始まりました、よちんのビートルズ・ア・ゴー・ゴー、2015年5月号 DJ のよちんです。どうぞよろしく。いやー、行ってきましたよ、ポールのアウトデア日本公演。僕が行ってきたのは21日の大阪公演、京セラドーム、つまり日本公演の初日だったんですが、そのオープニング曲がマジカルミステリーツアーとは、これはいきなりトップギアでしたね。次々とパワフルなロックンロールあり、繊細なバラードありで、会場全体がアンコールの最後の最後まで感動に包まれていました。今ね、まだ興奮冷めやらぬ中この番組収録しておりますが、東京ドームも、そして49年ぶりの日本武道館公演もきっと盛り上がったことでしょう。御年72歳、年齢を全く感じさせないポールのパワフルさには本当心から脱帽です。僕もあんな風になりたいなと思いました。さてさて、番組のお話なんですが、今回のビートルズ・ア・ゴー・ゴー5月号は、そんなポールが愛してやまなかった永遠のパートナージョン・レノンの作品にフォーカスを当ててみたいと思います。特集です。ジョンの妻で芸術家の小野洋子さんから和製ジョン・レノンとして評価された日本人の方をご紹介したいと思います。その方の名前は広田龍神さん、通称リッキーさんとも呼ばれておりまして、今年でなんと活動42年目を迎えられております。そんなリッキーさんとは昨年僕も2度ステージをご一緒していますが、洋子さんが認めるのも頷けるほどのライブクオリティ。2013年に活動40周年を記念して制作された CD から、今回はジョンのカバー曲をご紹介したいと思いますので、お楽しみに。それでは参りましょう。 We love Beatles。それではここで強力なタイアップパートナー、ビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間、音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ブログ、フェイスブック、ツイッター、グーグルプラスでお楽しみいただけます。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3500万人を超える読者を持つ強力なタイアップパートナー、ビートルズマガジンをご紹介したところで、リッキーさんの略歴についてご紹介しましょう。広田龍神さん、1951年2月3日生まれ、広島県のご出身。ザ・バッドボーイズというグループ名で、1973年10月に東芝 EMI レコードよりデビュー。アルバム「ミート・ザ・バッドボーイズ」、シングル「ビートルズが教えてくれた」を余儀出し、ビートルズの完全コピーバンドとして全国のビートルズファンに認知されました。現在はリボルバーのリーダーとして、またソロ活動を中心にリッキー&ミッシェル、ホットレッグス、ビーブラッツなど数々のバンドユニットで幅広く活躍しておられます。2006年にはリッキー&ザ・ミッシェルというバンドでイギリス・リバプールのビートルズウィークに出演。その他海外でも精力的に活躍されています。日本の70年代80年代当時の CM では、版権の関係でビートルズの音源が使用できず、代わりに歌声がジョンにそっくりだったリッキーさんが歌ったものを使っていたという逸話もあるほどなんですよ。ということで、ここでまず1曲お聴きいただくんですが、まさにこの曲の冒頭のシャウトが CM に使用されていたと、昨年リッキーさんご本人から教えてもらいました。曲は1962年に R&B 歌手のピアノレッドがドクターフィールグッド&ジ・インターンズ名で発表した楽曲。ビートルズのバージョンはイギリス版公式アルバムビートルズ・フォー・セールの A 面6曲目に収録。ビートルズはデビュー前の1962年のハンブルグ時代にすでにこの曲をレパートリーとして歌っていましたが、この頃はまだ冒頭のシャウトはなかったんだそうです。日本では1966年の日本武道館公演のドキュメンタリー番組で使用されたことでも有名となりました。それではリッキーさんの40周年記念 CD、 いつまえ人生から、曲はミスタームーンライトです。 Here we go!You came to me one summer night, and from your beam you made my dream. I'm from the world you sent, my girl.
And from above you send us love. And now she's mine. I think you're fine, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here are all my knees, begging if you please. On the night's time, come away. I'll pray on February's day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I'm on my knees, begging if you please. On the night's not come away. Oh, I pray and pray for his day, 'cause we love you, Mr. Moonlight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 . 広田龍神、リッキーさんの演奏で Mr. Moonlight をお送りしました。はい、ここでお知らせです。ようやく大阪南港 ATC にて5月16日に開催予定の第3回ビートルズストリート、詳細が決まりました。今回は初の2会場での同時開催となることが正式に決定。バンドサウンドがメインの海辺のステージ、そしてアコースティックがメインのメリーガーデン前のステージの2箇所にて、関西各地から集結した全17バンドによる熱い演奏をお昼から夜までたっぷりお楽しみいただけます。思いっきり楽しんでみんなで盛り上がりましょう。日時は5月16日の土曜日、昼12時から夜7時半頃までの予定。いずれの会場も観覧無料ですよ。ぜひお誘い合わせの上お越しください。なお、出演バンドやタイムテーブルなど詳しいことはビートルズストリートのホームページを検索いただき、そちらでご確認ください。ちなみにメリーガーデン前ステージは僕が進行を担当してまいりますので、ぜひ応援に来てくださいね。お待ちしてます。それでは今回2曲目の作品をご紹介しましょう。ザ・ビートルズの解散については、1970年4月10日にポールがビートルズ脱退発表、同年12月末に法的手続きを進めるために訴訟となり、翌1971年3月12日の裁判所の決定を受けて法的にも正式に解散となりました。その後メンバーはそれぞれのソロ活動を展開していきますが、中でもジョンは妻ヨーコさんとの共同制作を本格化。この曲は1971年にジョンの2枚目のソロアルバムのタイトル曲として、アメリカで9月9日、イギリスでは10月8日に発表されています。ジョンは完成当時、ポールの作品であるイエスタデイのような素晴らしい曲ができたと喜んでいたんだそうです。実はこの曲、構想はビートルズ在籍時にすでにあったようで、1969年のゲットバックセッションで収録されたテープにその演奏が残されています。想像しなさいと呼びかける形で始まる歌詞は有名ですが、実はこの一節、グレープフルーツというヨコさんの詩集の中のツナフィッシュピースサンドウィッチという詩に、想像しなさい、千の太陽が一遍に昇るところをという一文があり、そのフレーズを非常に気に入ったジョンが自身の曲のタイトルに使用したということのようです。世界中で愛されているこの名曲、実は歌詞の中の天国は存在しないというくだりが原因で、ここ近年イギリスの葬儀では使用が禁止されているんだそうです。
それではお聞きいただきましょう。曲はもうお分かりですね。レノン作品の代表作イマジン、リッキーさんの演奏でお届けいたします。 Here we go。Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.Nothing to kill or suffer, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may sayI'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will respond. Imagine no possessionsI wonder if you can. No need for greed or hunger, a brother sister food of man. Imagine all the people sharing allYou may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world.広田龍神、リッキーさんのアルバム It's My 人生からイマジンお届けしました。僕の相方テッセが歌う I Need You をお聴きいただきながらエンディングとなります。さて今回のビートルズ・ザ・ゴーゴーいかがだったでしょうか。番組への皆様からのご意見ご感想リクエストやバンドユニット紹介音源のご提供はもちろん、ビートルズマガジンへのご意見メッセージもお待ちしております。楽しい内容はもちろん番組内でご紹介させていただきます。なお今この番組ではさらに内容充実すべく番組スポンサーも募集しております。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 NPO 法人高槻ブロードキャストのホームページ URL は http://www.tb171.net/ページ内にありますお問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームにご記入送信してください。よちんのビートルズ・ザ・ゴーゴー、今回はここまで。また次回をお楽しみに。 See you next time. Bye bye.